ゴーミシはるか、ことね、みほ、まほ、私たちはチェゴです。韓国最終日ということで、はい、今日はミョンドンの食べ歩きをしていきたいと思います。イエーイ、楽しみ。もう結構お腹空かしてきたから早く食べたい。じゃあ早速レッツゴー。ね、どうした？どうした？いや、冒頭からボケをかましましたね、はるかさん。すいません。でも屋台は本当に美味しかったよね、うん、超美味しかった。これも美味しそうだったね、うん、あとね、芋も美味しそうだったの。真帆が狙ってたね。これははるか狙ってた。どうしよう。こちらはですエビチリだって。チリソース、クリームソース、コンビネーション。コンビネーション。買いました。辛くない。めっちゃ美味しい。はい。日本はタッカンジョン。買ってきました。美味しそう。これは何ですか？これはエビの焼きとケランパンです。美味しそう。うちはマンドゥです。今日はタッカンジョンです。今日はエビチリです。美味しそう。それでは早速食べます。それでは食べていきたいと思います。はい、わしはエビからいきます。おー、美味しそう。なんかソースタルタルにして尻尾があるので気をつけてください。いただきます。うまい、めっちゃ美味しそう。ね、あっけ、めっちゃうまい。なんか尻尾も食べる。食べる。ご飯、ご飯食べる。めっちゃ美味しい、これ。次、ケランパンいただきます。はい。おお、なんか普通のパンかと思ったら、うん、マドレーヌみたい。あ、マドネーヌ。マドネーヌ。マドネーヌ。マドレーヌみたいです。はい、私はマンドゥです。いただきまーす。うん。中のこの見てもらったら分かるんですけど、身がめっちゃぎっしりしてんの。外のこれパリパリでめっちゃ美味しいです。おすすめです。なんかこっちの方も見つけたので食べてみます。じゃあキムチバージョンいただきます。うーん、うん、うん、なんか辛すぎないけどちょっとピリ辛って感じ。キムチの美味しさが引き立ってる。めっちゃ美味しい。はい、私が買ったのはタッカンジョンです。いただきます。おいしい。でもね、甘いけどここのはちょっと辛いです。おいしいです。私はエビチリを買いました。で、ここにトッポギが入ってて、エビフライと普通のエビ、茹でたエビが入ってます。食べたいと思います。私エビフライ大好きなんだよね。いただきます。めっちゃうまい。トッポギは裏切りません。エビフライいただきます。エビフライ大好きなのでめっちゃ美味しい。めっちゃうまい。美味しいです。めっちゃ美味しい。
身がめっちゃぎっしりしてんの。外のこれパリパリでめっちゃ美味しいです。おすすめです。なんか今夜の7時ぐらいなんですけど、結構人がいっぱいいますね。やっぱ明洞って観光地なので、めっちゃ人も多いですし、でもやっぱ人が多い分屋台の量もすごい種類多くて、いろいろお店がありました。でもなんか値段書いてないところが多かったので、なんか値段書いてあるところを選んだ方が安全かもしれないですね。お疲れ様でした。はい、今屋台で食べたものを食べ終わったので、次はお店の中、うちさんおまんじゅうみたいな、見て見て見て、マンモだから、おまんじゅうみたいなんですけど、まあ気にしないで、今からまんじゅう食べたから平等でまんじゅうになっちゃった。なんかまんじゅうだよね。焼きにするだそうです。いただきます。おいしい。お肉に張りがあります。おいしそう。え、めっちゃおいしそうじゃん。いいじゃん。私はクッキー&クリームで、私はバニラ。いただきます。うまい。めっちゃ美味しそうだね。待って、うまい。冷たい。チョコが入ってるの。あー、ほんとだ。やっぱ楽しいからやりたい。もう今回は旅行ということで、もうチェコが楽しんでる姿とチェコの日常の感じをお送りしました。はい、そうだから、いつもなんかバスキンを夜遅くまでやってたので、ご飯とかもそうだね、ちゃんと食べれなかった、ちゃんとあんまり食べてないから、あと仲間と一緒にご飯食べれたのがすごい幸せ、楽しかったし、イエイ。チキンとかもいっぱい食べたし、屋台も、そう、初めてミョンドンの屋台も食べたから、ね、すごい楽しかった。皆さんもぜひ韓国に来たらミョンドンの屋台で食べ物食べてみてください。はい、次韓国行くときはロッテワールド行きます。はい、じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。